はい、どうもこんばんは、小林隆史家です。今日はですね、僕がどんな YouTube の動画見てるかみたいな話をします。だからなんかそれってちょっと恥ずかしいんですけどなんかやってみようかなということですけどね。なんか人にどんな YouTube 見てんのって言って、聞いてみると意外なものを見てたりするんで面白いってことあるじゃないですか。でも逆になんか喋る方はあれこんなの言ったら恥ずかしいかなみたいなとかもあったりするっていうね、不思議な感じありますが、まあ今日はちょっとそんなのをやってみます。今日暑くて少し汗出てんな。でですね、まずは、まあ、結構ディープな動画とかも紹介しますが、あんまりこれ何が面白いのっていうのもあるかもしれませんが、気になさらずにですね、紹介だけさせてください。まずは、結構それ精神科医のカバサワシオンさんのカバサワシオンのカバチャンネルっていうね、これは結構前からなんか、まあ、こういうところでお話しするときの参考になったりするようなテーマとか、拾ったりすることがありますね。カバチャンネルに関してはですね、カバサワさんが、その動画を撮っているところを見に行くっていう経験もしたことがあります。それに参加したことあったりして、直接なんか質問させてもらったりしたこともあるっていうことでね、ちょこちょこ見ております。それからですね、そっち系で言うと、まあ一応メンタリスト DAIGO さんの YouTube まあ見てるかな。ただね、最近あんま見てないんですよね。YouTube の動画って流行りがやっぱあるじゃないですか、自分の中での。なんか、毎回毎回絶対見るっていうのってそんなにいっぱいなくて、みたいな感じで。DAIGO さんのも気が向いたらというか、なんかテーマが面白そうだったなとか、なんか自分が気になってることだったなっていうのは見てるって感じかな。だと思います。似たような感じで言うと、中田敦彦の YouTube 大学ね。これも似た感じですかね。まあ、勉強したいなと思うようなテーマがあれば見てみるっていうような感じはあるかもしれませんけど、最近ちょっと見てないなっていうのはありますね。はい。では次のテーマで行ってみますが、まあ、筋肉系ですね。はい。まあ、これ2個だけ紹介しとこうと思うんですが、ザ・ワークアウト G かな。北島達也公式 YouTube チャンネルということで、この北島さんは僕が筋トレ始めようって思うそのきっかけとなる、方だったんですよね。この人は結構筋トレのその筋肉を大きくするための理論を理論的に喋ってることが多くて、あ、なんか納得だなと思ったから始めたみたいなところがあったんで、 YouTube の動画って俺にとっては結構そういうモチベーションがある種こう何かに火がつくきっかけになるってことが多いですね。はい、この動画なんかそうですね。で、筋肉系で言うと、まあ、カネキンさんっていう方いらっしゃって、そのチャンネルもまあちょこちょこ見てるかなって感じですかね。でも、まあ、筋肉系はね、正直言って自分が鍛え出すと、なんか人が鍛えてるのを参考にするのも適当にして自分のこと考えようってなっちゃうんで、まあ、たまに参考にするぐらいになっちゃいますけどね。はい。では今度は別のテーマですが、ちょっとその経済とか、まあ、世界経済とか、その辺のことの参考に見てる動画で、長嶋治の不動産経済の展開を読むっていうね、チャンネルがあって、長嶋治さんっていう人が、まあ、不動産コンサルタントなのかな。で、僕は不動産にすごい興味があったわけじゃなくて、でもね、この人の、なんだろう、経済の、まあ、見方とかちょっと面白いっていうのはあるのかな、と思ってます。で、この人昼間動画出して、夕方飲みながらぐだぐだ喋るだけの動画を出すんですけど、まあそっちはそっちでちょっと面白いですね。なんかね、何がいいってね、やたら声がいいんですよ。低くて。なんかいい声なの。なんか眠っちゃいそうな。なんかここが魅力かもわかんないですね。はい。で、さらにマニアックになりまして、ミャオホーのディープマックスと。この人はね、かなり謎の人物ですけど、いつもメガネ、サングラスと、まあ、マスクしてて顔も見えないんで、かなり謎の多い人ですけど、基本的にメディアとかにあんまり流れない中国情報というかね、中国の情勢とか政治経済の話とかを主にしてくれてます。メディアに本当に出てこない話が多いので、そういう意味ですごく参考になってますかね。はい。それでは、料理。まあ、この料理に関しては僕最近ちょっとこうなんか料理動画でも撮ろうっていうのもあるからちょっと参考にと思って見てる感じが料理研究家リュウジのバズレシピですかね。まあこれはまあ本当にちょこちょこたまに見るぐらいでなんかほとんどアル中みたいな雰囲気がいいですよね。なんかやる気あんのかどうかわかんない感じがちょうどいいんだと思いますね。はい。それから、シェフロピアっていうのはね、これはね、どこにあるお店なのかまだよくわかんないですが、イタリアンのお店の
シェフが撮ってる動画があって、で最近ねこの人が伝説のイタリアンの伝説のシェフのところに料理を教わりに行くっていうか、そういう動画がシリーズで上がってて、その辺がまたね面白かったですね。アクアパッツァ作ったりしてるのを見るのが、料理動画ってなんかじっと見ちゃうんだよね、なんかね。そして、これはまあまた毛色違って、まあ、NBA の動画でリクト AF さんですね。まだ若いんですけど、基本的に NBA のことを喋ってるっていう動画ですね。僕あんまね、正直言って NBA も最近もう一度ちょっと好きになったみたいな感じなんで、詳しく知らないことばっかりなんで、なんかふーんって聞いてる感じですけどね。でもちょっとなんか楽しげに聞いております。はい。しょうがないんだけど、今はNBA が、なんていうの、開かれなくなっちゃってるんで、閉じちゃってるんで、ちょっと残念ですけどね。はい。雰囲気だけは。さらにですね、さらにマニアックになりまして、これ最近見つけて、へえ、何この人と思ってる、八王子国の歩き方、肌着専門店いつみやさんですけど、この人はね、なんかよくわかんないの。とにかく八王子の人で、八王子の紹介をする、まあお店とかの紹介をする動画とかを撮ってるんだけど、なんかね、更新頻度はほんとちょこちょこっとみたいで、編集がすごいいろいろやってて面白かったりするんですよね。あとなんか演者としてハイスペックだなって思う人です、すごく。で、だけどまあ、登録者数とか1万人ちょいとかなんで、まあすごい人気の YouTuber とかでは全然ないし、ローカルヒーローですね。なんだと思います。僕、八王子国の国民じゃないかわかんないけど。その、なんかね、無駄なスペックみたいなのがすごく楽しいですね。はい。ちょっと覗いてみると面白いんじゃないでしょうか。あとは最近ちょっと、あ、ソロキャンプといえばヒロシチャンネルかなと思って、ヒロシさんのソロキャンプ動画をチラチラ見たりとかね、して、あ、キャンプって面白そうってやっぱ思うようになって、あともう一人も、でもこんな、そんな見てないんだけど、チラチラとしか。サバイドルチャンネルって、まあ女の子がやってる女子ソロキャン動画みたいなのもチラチラと見たりしてますかね。まあそんな感じでございます。今日はね、あ、まあ恥ずかしいけど、マニアックでコアな、あ、こんな動画見てるよっていう話をさせていただきました。それではまたね。バイバイ。はい。というわけで、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと、投げ銭したくなったら、概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。